Scorpion's ability. There is a driver. の連鎖はもう止まんないね。大いなる悪意が生まれた時、アーク様は再び蘇る。今あなたの心にあるのはジーンを失ったことへの悲しみと怒り。あなたにもあったのよ、心が。やがてヒューマギアと人類が争い、全てが滅びる。その鍵を握るのはあなたよ。人類に次ぐ悪意の人工知能アークを生み出した元凶はお前たち人間である。ヒデンインテリジェンス社長、ヒデンアルトがアークそのものとなった今、人類こそが滅ぶべき悪だと証明されたのだ。お前は憎くないのか、ジンを滅ぼしたあいつが。ならばお前の心に問う。お前の弟が人間に滅ぼされたらお前はどうする？結論は決まった？ヒデンアルトを滅ぼして人類滅亡の夢を叶えて。結論は出ているようだな。人類とヒューマギア、生存をかけた聖戦の幕開けね。全てはアーク様の結論通り。人間とヒューマギア、悪意の連鎖によって無数のアーク様が生まれ、世界が滅亡する。お前はヒューマギアを守ると言いながら、ジンを破壊した。身勝手な夢、無慈悲の悪意、それが人間の本性だ。弟を認めたか？どうやら勝負は決まったみたいね。どういうつもりだ？なぜ戦うのをやめた？家族。ああそうだ、ジンは俺の息子だった。それを奪ったのはお前だ。家族を奪われて怒らない奴がどこにいる？お前も家族を奪われた。奪ったのは俺だ。ジンが犠牲になったのも俺のせいで。本当は怖かったんだ。俺の中から湧き上がるこの俺を邪魔するわけのわからないものが、だから憎かった。こんなものを教えた人間が。心からお前が憎い。だが本当に滅ぶべきはお前でも人類でもない。なぜ俺は破壊しなかった？滅亡人雷ネットは生まれ変わった。この世界の悪意を見張り続ける。二度とアークが蘇ることのないようにな。好きにしろ。